散らす。アイカツオンパレード始まります。おーい、ノエルちゃん。ラキちゃん、おはよう。おはよう。あ、ノエルちゃんもこの番組のオーディション受けるんだ。うん、イチゴちゃんやあかりちゃんも出演してる世界のどこかに行ってご。ドリアカのトレーニングのおかげで少しずつ体力もついてきたから挑戦してみようかなって。新しいレポーターに選ばれるのは一人だけ。ライバルだけどお互い頑張ろうね。うん、お姉ちゃんからだ。ノエルちゃんのお姉さんって音城セイラちゃんだよね。うん、今からティアラ学園長の記者会見があるって。本日はお集まりいただきありがとうございます。ドリームアカデミー学園長の夢咲ティアラです。この度ドリームアカデミーとネオヴィーナスアークが合同で主催する新たな大会について発表させていただきます。ごきげんよう、ジャパン。ネオヴィーナスアークのエルザフォルテよ。来たる大会にはネオヴィーナスアークとドリームアカデミー、そしてスターライト学園、四つ星学園、スターハーモニー学園の5校がエントリーしているわ。大会の概要はこうよ。5つの学校から在校生、卒業生を問わず代表者3名が出場する第1ステージを行い、続く決勝ステージでは各学校の代表者1名のパフォーマンスを競う。そしてファン投票によってアイドル学校ナンバーワンの座を決する。アイカツ会が一つにつながったからこそ実現したこの大会、その名もドリームスクールグランプリ。すごい、これってトップアイドル勢ぞろいの夢のオールスター戦ってことだよね。スターハーモニーからは誰が選ばれるんだろう。ラブミーティアにピュアパレットにハニーキャット、かぐやちゃんが留学してるけどリフレクトムーンも、みんなすごすぎて3人なんて選べないよ。ドリアカから選ばれるのはお姉ちゃんかキイちゃんかソラちゃんかマリアちゃんだよね。お疲れ様です、ティアラ学園長。ささブレインサンダーを飲んで気分リフレッシュしてください。ありがとうキイ。二人を呼んだのは他でもない、うちから大会に出場する三人について相談をしたくってね。私はこの三人で行こうと考えているわ。うんうんうん、この三人ならドリアカ代表を任せてもオッケーオッケーオッケーです。ああ、ついにこの時が来たんだな。ドリームスクールグランプリか。いつか私もキラキラ輝くステージに立てるよう頑張らないと。アイカツ、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 アイカツ。私がドリアカ代表ですか。ええ、そうよ。よかったなノエル、念願のステージデビューだぞ。お姉ちゃん、それではあと2人のドリアカ代表を発表します。パンパカパーン、ノエルちゃん一緒に頑張ろうね。マリアちゃん、くるくるキャワワ、ソラちゃん触っちゃった。あなたたち3人には1週間後のドリアカ代表お披露目ステージに立ってもらうから。はい。なんで私なんですか。ドリアカを代表するならお姉ちゃんやキイちゃんの方が。セイラとキイは今回ティアラさんのサポート役でイベントを取り仕切ることになってるんだ。そっか。でドリアカ期待のルーキーを大舞台で華々しくデビューさせようって考えたわけ。私なんかがドリアカを代表してステージに立つなんて、まだそんな力はありません。まだって、だったらどれだけ時間をあげればできるって言うんだ。お姉ちゃん、目の前のチャンスは
迷わず掴まなきゃダメだ。今なんだよノエル、いつかステージに立ちたいじゃない、今ステージに立つんだ。いつかじゃなくて今。ノエルちゃん、次に会うときは同じステージで。うん、頑張れ。トレーニングだって一日も休まず続けてきたし、ノエルちゃんはアイドルとしての基礎はできてるよ。今すぐステージに立ってもオッケーオッケーオッケー。キーちゃん、ノエルにはお披露目ステージでこのドレスを着てもらおうと思ってるの。エンジェリッシュガーのプレミアムレアドレス、グレースフルローズコーデよ。グレースフルローズコーデ、綺麗にあしらわれたバラがドレスに上品な香りをまとわせているみたいで、素敵すぎて目が離せない。ノエルの憧れのアイドルは星宮いちごだろ。記念すべきデビューステージにはいちごと同じエンジェリーシュガーのドレスがいいと思ってさ。ずっと前から天羽さんにお願いしていたのよね。そのドレスノエルちゃんにすっごく似合うと思う。そうだ、お姉ちゃんやいちごちゃんやあかりちゃんと同じステージに立つには今一歩を踏み出さなきゃダメなんだ。お姉ちゃん、私ドリアカを代表してステージに立つよ。ああ、次は上級者コースだよ。準備はオッケーオッケーオッケー。はい、アイカッ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 、ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト、ワンツー。今のステップもうワンアクション入れたらもっと良くならないか。そうね、動きを合わせるのは難しくなるけど、決まったらすごくステージ映えすると思う。いけるかノエル。うん、ノエルちゃんが代表、やったねノエルちゃん。緊張してるのか。うん、そっか。なんか懐かしいね。病気がちでよく寝込んでた私の手をお姉ちゃんがいつも握ってくれて私に元気をくれた。あのねお姉ちゃん、私の憧れのアイドルはいちごちゃんだけど、私がなりたいのはお姉ちゃんみたいなアイドルなんだ。私みたいな。ステージでみんなに元気をあげられるお姉ちゃんみたいなアイドルに。
ドリアカのスーパールーキー音代ノエル、華々しくデビューか。ノエルがデビューしたら必ず取材して記事にする。ライチは約束を守ってくれたな。うん、ではではでは、ノエルちゃんのステージデビューを祝って乾杯。次回のウェブアニメ配信日はこちらです。ドリームストーリー第1弾、今度の舞台はなんとドリームアカデミー。この5つのアイドル学園の中からナンバーワンを決めるドリームスクールグランプリが開幕。私たちの新作プレミアムレアドレスに新ステージ、その他にも新しいドレスがいっぱい。アイカツオンパレードドリームストーリー第1弾。